発泡スチロールビーズが欲しくって購入してみたのですが、いろいろと失敗してしまいました。そこから学んだことをご紹介したいと思います。アジサイの真ん中にある花を発泡スチロールビーズでつけることにしました。こんなやつですね。で、これを買いたかったのですが、単色で買うとなんと送料が2倍以上するということでミックスタイプを買ってしまいました。これは分けるのが大変でした。休み休み分けて丸2日以上でやっと1袋分け終わると。ということでおすすめしたいのは、高くてもビーズは単色を買いましょう。一袋残ったものは絵の具と混ぜてこうやって揉んでみました。そうするといい具合にグラデーションビーズができたので、アジサイやひまわりに使いました。白いビーズは単色が作れると思ってビーズクッションを開けたら、あら、こんな細かいのがたくさん出てきました。散らばってしまったので、ストッキングネットをかけた掃除機で吸い取ります。はい、こんな風に吸い取れて、スイッチを切るとパラパラっと落ちます。この方法は、細かいものを落としてしまった時にとても便利です。それでもこのビーズクッションのビーズは小さすぎて、全部取り切ることはできませんでした。最後は掃除機で吸い取りました。これも絵の具で着色してみました。こんなに綺麗に色がつきます。ただしやっぱり大きさは小さいです。いろんな色に染めることができます。左が工作用、右はビーズクッションです。まるでたらこみたいです。コスモスのおしべに使ってみました。扱いやすさも出来上がりも工作用の方がいいようです。今度必要になったら工作用の白いビーズを買って好きな色の絵の具で染めようと思います。